要求にてスペクターを迎え撃つムー。しかし謎の男の力により全身が金縛りに遭い動きを封じられてしまう。謎の男がとどめを刺そうとしたその時、何？12球の火の系に火がついた。これは一体誰が？わしじゃ。どこ？243年ぶりじゃ。まさかこのような形で再び出会えるとは思いもしなかったぞ、我が友シオンよ。そして佐賀の乱で命を落とした教皇、その名もかつてのゴールドセイント、ハリエスのシオンよ。我が太陽なるし、アリエスのシオン。このわしと同じ261歳のはずが、まるで243年前の全聖戦の時と変わらぬ若さじゃ。驚いたかどうか。これが冥王ハーデス様のお力なのだ。それに比べてどうこよ。おいたな、幻よ。何？わしがなぜ火時計に点火させたと思う？お前たちの命などあの火時計が消えるまでの幻。それはしよ、お前たち自身が一番よく分かっているはずじゃ。このままわしが引き受けた。行け、ムーよ。お前はすぐさま様たちを追うのじゃ。戦うつもりか、どうこ。追いぼれた今のお前には勝ち目などないぞ。お待ちください、ロシ。お前はシリュウ。ロシ、遅ればせながらただいま到着いたしました。どうかその者の相手はこのシリュウに。このシリ、全力でお前を倒す。たかがブロンズといえど目障りだ。Your face is much color. はい、どうぞ。目が不満だろう。そんな傷だらけのクロスをまとって一体何をする？もちろん戦うのだ。正義のために。たかが雑魚といえども、これ以上殺されるのも無駄わけ。お前から先に葬ってやるか。その程度で竜の鱗は剥がせる。これぞ鍛錬の賜物。はもはや十分に戦ってくれた。せめてこれから安らかに生きてほしいと願うアテナのお心がわからんのか。しかし私はセイントです。多くの同志が戦っているのを見ぬふりをして生きてゆくことなどできません。わかった、シリュウ。アテナにはわしからお詫びしておこう。して仲良く司会へ送ってくれるわ。しおいよ、わしがなぜ243年間も
五郎砲の大滝の前に座したままだったと思う。なんだ、ドークの体から立ち上るこのコスモ。何、ドークの皮膚がひび割れて18歳の頃のような若々しい肉体が現れるとは。ドーク、243年ぶりにライブラのクロス装着。いずれ来る最悪に備え、アテナよりミソフェサメノスを施され、わしの心臓は1年に10万回しか動くことはなかったのだ。10万回といえば、心臓が1日に鼓動する回数。お前にとって243年は243日に過ぎなかったというのか。親友よ、早々にムーの後を追い敵を蹴散らせ。行くぞシオン、ここでわしがお前を止める。243年ぶりの決着をつけようぞ。往生してもらうぞ。はいと。これで全て最高だ。いいだろう、あの脳が帰ってこちらも心を置きなく殺せるというものだ。死を生きているようになったのか試してやるぞ。食らえ、どうぞ。若返ったわしの力を侮らぬ方が良いか。お前ほどの男でも命の欲望に負けたと思うと悲しい。前に進んで昔の修行に戻れ。なんというマジコスモ。追い込まれた、追われたもの。無事を始めてやろう。ノー、こうやって戦うのも何か懐かしい気がするの。みんな、ようやく決着がついたの、シオン。まだまだ若いもんには負けん。どうだシオン、わしのパワーを押し切れるか。まさしくこれはドークが若い頃の絶頂の頃のパワーだ。しかしこれでは一番恐れていた事態に陥ってしまうぞ。お互いのパワーが完全に対等になった以上、ワンサウザンドウォーズに陥るか、それとも二人とも消滅するかの二つに一つ。そうなる前にどうあっても倒さねばならん。喰らえ、ドーク。バカめ、自ら消滅を望むか、シオン。もし、どうしたシオンのコスモが消えた。掃除球の迷宮を脱出したサガ、シュラ、カミルの3人は処女球に足を踏み入れる。その球を守るのは最も神に近い男、乙女座バルゴのゴールドセイント、シャカであった。サガと共に侵入してきたスペクターたちを一撃で全滅させた後、シャカはサガたちに問いかけるのだった。サガ、シュラ、カミュー、お前たちを監視していたスペクターの雑魚は片付けた。これでもはや心配あるまい。さあ、今こそ本心を打ち明けてくれ。本心ならば言おう。アテナの首を取ることだ。そうか、お前たちほどの男、
ハーデスの軍門に下っているのではない。きっと心の底では私たちに言えぬ何かがあるのだろうと思っていたのだが、これではっきりと私の心も決まった。この釈迦の一命をかけ、今こそお前たちを撃つ。処女宮をこれ以上血で染めることはアテナに対して恐れ多い。三人とも私について来い。どこへ行く、釈迦よ。死に場所さ。何？なんと処女宮の脇にこのような広大な花園が。これが噂に聞くサラ宗主の縁。釈迦はブッダの生まれ変わり、死ぬ時はサラ宗主の下、そう聞いたことがある。釈迦は我ら三人を相手に死ぬ覚悟だ。迷わずあの世に行ったな。よかろう、間違いなく葬ってやるぞ。はいと我が聖剣の前に自ら死に場所と定めたサラ宗主のもとへ間違いなく葬ってやるぞ。謝るな。ここを死に場所とするのはお前たちの方かもしれんぞ。我が聖剣の前に注意。これだけだ、これだけだ。アテナの随一の中心であったお前がなぜ釈迦に。この世は諸行無常、そう変わらぬものだ。オウム削ったりだ。ないのだ。さすが諸君といったとこ。このままでは終わらん。残念だが違い、お前はここで終わりだ。どこにも逃がさん。これで終わりではあるまい。ブッダの生まれ変わりと言われるお前の真の力を見せてみろ。ハーデスの尋問に下ったお前に従う義理もないが、ここまで来るなら見せてやろう。これだけか。神道を渡そうか。おお、変な興奮。主題、そのまま冥界へ舞い戻るがいい。これはいいぞ。いいな。おとなしく冥界で朽ち果てよ。道が見えんぞ。そうはいかんぞ、シャカ。
お前の仲間はサラ宗樹の下ではなく、この神湯の陶器で氷漬けにしてやろう。オーロラエクスキューション。この美しい氷の母を渡そうか。一郎輪廻、地獄界、ガキ界、畜生界、修羅界、人界、天界、ここが君の死に場所だ。お前の名を教えてやろう。天武法輪。凄まじい。これだね。オーロラエクスキューション。正解に送り返してくれるぞ。どうだ、死ぬのは遅いだ。愚問だな。一度は滅んだね。死なる恐れるに足りん。ならばなぜハーデスに下った。神よ、エーム、ウィナー、不浄なコスモでは私は倒せぬ。迷いが見えるな。生きる者どもか。お前の死は無駄にはせん。ファイト。カンナ、どこを見ている。悪は見えぬ。エクドーディンネ様。カンナ、お前は本当は。くどい。我らの目的はアテナの首のみ。それ以外にはない。かつて王女系の最初に言われたお前が相手で、この社会は生きては死ぬまで。この命を受けてお前を撃つ。今は確かにしてやろう。行くぞ、シャクだ。決して心を置きなく涅槃へ旅立て。社会をただではこの命を触れてやるわけにはいかん。バカめ、この場所をどちらの死に場所にするか決めるときだ。はい、どうぞ。いいぞ。みんな、サラ掃除の花は違う。道が見えぬぞ。バルゴの釈迦、最大の奥義、天武法輪。この天武法輪にかかった以上、もはやお前たちは攻めることも逃げることも不可能だ。なお、しまった。我々は釈迦の術中にはまってしまったのか。私を倒すため、お前たちに残された唯一の方法はもはやあれ以外やるまい。何、あれとは。まさか。そうだ、ゴールドセイント究極の影の東方、アテナエクスクラメーション。アテナエクスクラメーションだと。あれは、あれだけは。もはやハーデスの戦士となり下がったお前たちが何をためらっているか。そうか、社会。ならば望み通り、アテナエクスクラメーションをくれてやろう。待て、サガ。アテナエクスクラメーションをやってしまったら、俺たちはもう、セイントだった証を剥奪され、死して後も、未来永劫、族の烙印を押されてしまうのだぞ。
我々はどうあってもアテナの元へ行かねばならん。そのためなら喜んでセイントの名も名誉も捨てるべきではないのか。そうだな。我らは一度死んだ身、卑怯者のそしりも甘んじて受けよう。行くぞシャカ。そのあまりに凄まじい破壊力のため、神話の時代よりアテナに禁じられた究極の影の東方、アテナエクスクラメーション。荒屋敷、風よ運べアテナの元へ。